はい、こんにちは。イラストこぎんさしのゆかです。今日は、毎日インスタグラムに上げている写真とともに、この写真のエピソードや最近のことなどをお話ししていこうかなと思います。はい、今日の写真はこちらです。今回はね、私の作業の裏側の写真になっています。軍手がね、端っこの方に見えるかと思うんですけども、普段私が針山に仕立てている時には軍手を使用していることが多いです。なぜかというと、動画でもね、あげたんですけども、針山を仕立てる時ってやっぱりギュッと糸を引くことが多いです。なので結構な力を使うので、指などを痛めてしまうことも、しょっちゅうあります。同じ部分をね、使うので、その部分がやっぱ擦れてしまうんですよね。なのでイベント前とか一気に仕立てる時などは軍手をはめて行っています。ただやっぱり針も持つので、親指と人差し指の先の方はチョキンと切って針を持ちやすくしています。皆さんね、それぞれ仕立て方があると思うので、本当にこれは私の場合なんですけども、指が痛くなっちゃうっていう場合はこのようなやり方もおすすめです。はい、というような感じで、インスタグラムの写真のところで書ききれなかったことなどを YouTube の方でもこれからは時々お伝えしていければなと思っています。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。高評価も嬉しいです。これらの作品はミンネの方でも、販売してたりするので、ご興味のある方はぜひそちらの方も概要欄に貼っておくので見てください。ということで、これからもコツコツとハンドメイドのことやこぎん刺しのこと、そして私のイラストこぎん刺しのことを、お届けしていきたいと思います。それでは今日はここまで。皆さん、ご視聴ありがとうございました。こぎん刺しでイラストを描く、イラストこぎん刺しでした。それではまたねー。